はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。お久しぶりでございます。なんか最近動画始まったらお久しぶりでございますしか言うてないような気がするんですけどはい、皆さん元気でいらっしゃいますでしょうか。アミティ先生はおかげさまでですね、かなり忙しくさせてもらってて、YouTube 以外のねお仕事今頑張ってる状態なんですけども、7月はね本当に面白い発表が結構いっぱいあるので楽しみにしておいてもらえればなと思うんですけど、今日はですね、皆さん WWDC でしょ、見ました？WWDC。 私がですね、アップルのイベントの中でも一番楽しみにしてるイベントなんですけども、普通の発表会って言ったらハードウェアとかね、 iPhone とか iPad の新しい機種の発表会ですけども、 WWDC はソフトウェアの発表会ですね。だから私はねもうソフトウェアオタクなもんですから、もうめっちゃ楽しみにしてたんですけど、深夜2時からということで爆睡してました爆睡してましたけどね。ちょっと今日はおさらいということで、 WWDC の振り返りとともに、私がすごい良かったなって思うのをいくつか紹介したいのと、あと最近のねちょっと iPad 事情っていうんですかね、どうなのよと、アミティ先生ぶっちゃけ iPad どうなのっていうところをですねちょっと話していきたいと思います。はい、ということでですね、私が良かったなって思うところだけちょっとざっくりやっていきますね。ステージマネージャー、コラボレーション、ビジュアルルックアップ、 Mac と iPhone をなんかつなげてやるウェブカメラ、この4つかな、私が注目したのは。なんでこれをねちょっと1個ずつやっていきたいんですけど、まずはステージマネージャーですよ皆様。ステージマネージャー、これもう iPad ユーザー待望なんじゃないんですか。で、今までだったらこの iPad ってスライドオーバーかスプリットビュー、画面がねこう半分に分かれるやつあったと思うんですけど、こう iPad の四隅どっかにこのウィンドウがくっついてたわけですよ。で、これが iPadOS16 でこう下からシュッてやった瞬間にこのウィンドウが浮くんですよね。で、浮いてこうちょっとちっちゃくして四隅にくっつけないような状態で浮かして使えると。で、他のアプリもこう乗っけて浮かせて使える。で、さらに3つ置ける。で、最大4つ置けるそうなんですよ。今までだったらスプリットビュープラススライドオーバーぐらいで、まあ3つぐらいしか無理だったじゃないですか。で、それが最大4つこのアプリの画面を表示させることができて、しかもその場所っていうのを移動させることができるっていう感じですね。で、しかもこの左側に今使ってるアプリちゃんたちをですね、こう格納できるんですね。これめっちゃいいですね。今までだったらこのドックしかなかったんですよね。ドックで今使ってるアプリがこのちっちゃいドックがこの辺にピューピューピューって出てきて、まあそれを押して切り替えることしかできなかったわけなんですけど、今使ってるアプリちゃんたちがこの左にチラ見せして、で、さっき使ってるアプリの続きしたいなと思ったらこっちを押したらまたポンって出てくるみたいなね、そういう感じで使えるらしいですね。すごいですね。もうこれは待ってましたみたいなね。今までもうむしろなんでなかったなっていう感じなんですけども。はい。で、これあと外部ディスプレイにもつなげれるんですよね。外部ディスプレイとここのお尻のところを iPad つなげたら、そのウィンドウの増やせる個数が増えると。iPad 単体だったら4つまでマックスで映し出すことができて、外部ディスプレイにつないだら、外部ディスプレイの方にもプラス4つ表示させられるので、最大で8個ね、ウィンドウがこう自由に操れるっていう感じになるみたいですね。外部ディスプレイね、私あんまり使わないとかで全く使わないから、ちょっとこれはね、使ってるユーザーの平岡さんとかに聞いてください。で、このウィンドウを動かせるっていうのはすごいいいんですけど、私がね、期待してたのはデスクトップなんですよね。ウィンドウじゃないの。ウィンドウはね、もういいんですよ。スライドオーバーでもスプリットビューでも。デスクトップが欲しかったなぁ。iPad の今一番の問題ってデータ管理なんですよ。デスクトップがあるとデータをさ、こっちにやったりこっちにやったりなんかできるじゃないですか。パズルみたいにね、端っこに寄せたりとか、このフォルダにこう手動的に入れたりとか、そういう直感性があるんですけど、今のところ iPad にはそれがないんですよね。で、それが欲しかった。iPad ユーザーの人ね、絶対これ共感してくれると思うんですけど、もうデータどこにあるかわからんと。イラストデータも、テキストのデータもそうですけども、どこに保存したのかわからない状態ね、ぐっちゃぐちゃになってると思うんですけど、まあ、それの問題が、ファイル表示と
保存する時の、めんどくささにあると思っていて、特に保存する時ね、例えばイラストとか動画データを保存したい時に、Mac だったらコマンド S で、保存できるじゃないですか。コマンド S タッチしてフォルダ選んだらもうすぐに保存できるんですけど、iPad だと保存する時にいちいち共有をして保存形式選びます、で保存、画像保存、写真アプリを開くみたいな、もう工程がね4つか5つぐらいあるんですよ。それが結構ややこしくしてる原因なんじゃないかなと思ってて、でしかもその保存するときに表示がこんな感じなんですよ。わかります？プルダウン形式っていうのかな？この下にプルダウンでフォルダを見つけていくっていう感じになってるじゃないですか。これ Mac だとコマンド S 押して、この横のカラム表示とかにできたりするから、すぐにその保存したいフォルダを見つけることができるんですけど、iPad はそれを見つけるのがめっちゃめんどくさいんですよ。やからみんな、もうそのアプリ内に保存しちゃう。プロクリエイトだったらプロクリエイト、フォトショップだったらフォトショップ、ルマだったらルマフュージョンの中にそのデータを保存してるから、それでね、もうどのアプリに保存したんですかみたいな感じでさ、もうごっちゃごちゃになってる人が多いと思うんですけど、これをね、ちょっと解決してほしかったなっていうのが私の正直な、感想でございます。アプリのウィンドウを動かせるのもいいんですけど、そのウィンドウで作ったデータの処理をなんとかしてください。お願いします。はい。で、二つ目が共同編集、コラボレーションっていう機能ですね。ページーズとか、キーノートっていうアプリあるじゃないですか。それを共同で誰かと一緒に編集できるっていう機能ですね。で、この共同編集っていう機能はもう元々今もあるんですよね。で、何が変わったかっていうと、メッセージのアプリを使って、メッセージとかフェイスタイムで話しながら共同編集ができるみたいですね。このデモだと、ページズのアプリで、共有のところを押して、このメッセージグループを選ぶんですよ。もともと作ってるメッセージグループを選んだら、そのメッセージグループにこのページズの共有データが行くと。で、みんなそれをタッチしたら、その同じファイルを開くことができて、こうみんなが編集して、その編集がもうリアルタイムで変わっていくと。なんでこうミーティングをしながら、あ、企画こうじゃないよね、こうじゃないよねって言って変えていって、もうそのミーティングが終わった瞬間には資料が出来上がってますよみたいな、そういう感じかな。はい。キーノートとかね、私めっちゃ使うんですよ。今もめっちゃキーノート使ってて、前の会社とかもキーノートがベースだったんですけど、キーノートは結構いいかもしれないですね。プレゼン資料をね、広告代理店やったもんで、もうプレゼンが命やから、もうみんなでガシガシプレゼンの資料を作っていくんですけど、時間ないから、もう夜中までやるんですけど、その夜中までやるときも、もっとね、みんながミーティングをしながらみんなで編集できたら、もっと効率よく終われよね、みたいな感じだと思うんですよ。だから広告代理店のキーノートを使ってる皆様、あなた、ぜひ、このコラボレーションを楽しみにしてもらえるといいかなと思います。で、あともう一個ね、これはスニークピークで、実際に公開されるものではないんですけど、いずれ公開されるよみたいな機能で、これはメモなのかな？何かのアプリで、こうホワイトボードみたいになってるんですよ。で、ホワイトボードにみんながそのホワイトボードに入って、文字変えたりとか、写真入れたりとか、あといろんなリンクを貼っつけていけるみたいな機能が出るみたいですね。実はこういうアプリ今もあって、Explain Everything かな？ Explain Everything っていうアプリが、もうこれとまさに同じで、アップルもこのアプリをめちゃくちゃ推してて、私一回ね、このチュートリアルやろうと思ったんですよ。結構作り込んで頑張ってやろうと思ったんですけど、途中で力尽きました。もう結構すごいいろいろ機能があるんですよ。もうリンク貼っつけたり、もうそれこそキーノートのデータをこのホワイトボードの中に入れ込んだりとか、でそのこのホワイトボードの中でキーノートが立ち上がったりとかするんですけど、もう機能がね多すぎてちょっと挫折したっていう苦い思い出があるんですけど、多分そういうのがこのスニークピークのね、これですね。なんでチームでやってる人とかはね、アイデア出ししたい時とかはめっちゃいいんじゃないかなと思います。待てない人は Explain Everything っていうのを試してください。もうめちゃくちゃすごいから。次、ビジュアルルックアップでございます。
これもすごいんですよ。これちょっとデザイナーとかあのイラスト描く人めっちゃ朗報なんじゃないですか。これね、あの iPhone で紹介されてたんですけど、犬の写真を撮った時に被写体を自動的に検知して、そのこのワンちゃんね、ワンちゃんだけをギュッてメッセージのアプリに貼り付けることができるっていう感じで紹介されてたんですけど、多分これ iPad の方にもね同じ機能が採用されると思うんですけど、これね、あのうまく使えばめっちゃデザインの効率が上がるなと思ってて、今だったらデザインアプリを開いて、まあだいたいこういう自動検知の機能とかもついてるんで、自動選択して背景抜くみたいなのをしてたんですけど、要は今まではこの何かしらのアプリを立ち上げないと被写体を選択して切り出すことができなかったんですよ。でそれが標準の機能で被写体を選択してどっかにこう貼り付けたりすることができると、こうギュッて抜き出して、写真アプリからギュッて抜き出して、もうプロクリエイトにポチョって入れるとかできるのかな。そういうのできたらめっちゃすごくないね。例えばルマフュージョンとかね、動画編集してるときにルマフュージョン内ではオブジェクトを選択できないわけなんですよ。だからその時にこの犬の写真だけさ、例えば動画に入れたい時とかもあるでしょ。そういう時にこうピュッて入れれたらめっちゃいいなって思ったんですけど、まあその標準アプリ以外のアプリでそれができるかっていうのはまだわかんないですけど、それができたらめっちゃいいなって思いました。はい、で最後がウェブカメラです。これはワロタこれめっちゃ面白いですね。あの iPad とはあんまり関係ないんですけど、 iPhone と Mac ですね。この Mac の、ウェブカメ、インカメの方にもうちょっといい機能を搭載したいと。だけど多分それがうまくいかなかったのかなわかんないんですけど、もう iPhone をくっつけちゃえとiPhone のカメラ使っちゃえよみたいな感じなんですよ。めっちゃ面白いなって思ったのが、これ手元を映せるんですよ。やばくないですかこれ。自分の顔も映せるし、手元も映せるんです。でこれハテナがね、多分皆さん湧いてると思うんですけど、どういうことかっていうと、要は iPhone ってあの広角カメラあるじゃないか、超広角カメラか、もうめっちゃこの辺まで映るっていうカメラが搭載されてるんですけど、その機能を使うと、ここにカメラを置いたとしてもここまで映るんです。わかります？ここまで映るのっていうことは手元が映るんですけど、その手元が映った時に多分歪むから、その歪みを無理やり歪みを矯正してこのように映してるということみたいですね。すごいね。アメティ先生のさ、動画ね、手元映してるじゃないですか。で、私喋りながら今こうやってるんですけど、要はこのアメティ先生喋りながら喋ってるのも撮れるし、手元も撮れるみたいなね。だから、これもう、このまま YouTube 出せるんじゃないですか？出せないのかな？これカメラ撮れへんのかな？その辺ちょっとよくわからんけど、これがもし撮れるのならばすごいですよね。撮影できるんだったらさ、もう誰でもアミティ先生になれちゃう。すごい。もう最近 YouTube 出せてないから、みんなやって、これやって、もっと iPad を広めて、そしたら私のチャンネル登録者数も増えるから、みんなやってください。 Mac がいるね。ちょっと Mac と iPhone がいるけどさもうアプリユーザーだったらみんな持ってるでしょということで、はい、このウェブカメラも結構楽しみだなという感じでございます。はい、ということで今日は4つ紹介してきたんですけど、みんなはどれがいいですかね。私ね、あの実はビジュアルルックアップが一番楽しみなんですけど、これできたらめっちゃいいっていうのがビジュアルルックアップだったんですけど、ちょっとみんなのね、いいなって思ったのあったらぜひコメント欄に載けてほしいなと思うんですけども、こちらの iPadOS16 は秋公開なのかな。だいたいいつも秋に、iPhone とか iPad の新しい製品のお披露目があって、それと同時に iPadOS が公開されるみたいな感じだと思うんですけど、多分そのタイミングと同じなのかなと思います。でその時に iPad Pro 新しいの出るかもですよね。もうずっと出てないもんね。もう私も今これ実は2020年のやつかな、ちょっと前のやつなんですよ。だから M1 じゃないの。一応 M1 の12持ってるんですけど、やっぱ12でかすぎてもう使ってなくって、11の2020を使ってるんですけど、もうさ M1 じゃないからもうヒーヒー言うてはって、
ブリアミディとは一緒にやれみたいな感じでもうかなり泣いてはるもんで、そろそろ買い替えてあげんとやばいなって思ってるから、もう次のやつが出たらもう何があっても絶対買う、どういう機能であろうが有無を言わさずポチるっていう感じのフルフルマックスをポチりますので、はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思うんですけども、久しぶりに YouTube 撮ったからもう喋りたいことがさありすぎてめっちゃ喋っちゃったはい、最近はキッズのやつめっちゃ頑張ってます。キッズのとこでもさ、私が YouTube 最近出してへんから、アミティ先生 YouTube どうなってんのとか言われるんですよ。もうちょっと待ってとか言うてるんですけど、キッズ見てる、キッズアミティ先生 YouTube やってるね。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。冒頭でも言ったんですけど、7月、8月、9月はちょっとみんなに報告がいっぱいあるので、もう楽しみにしておいてください。もう冬から今にかけてめちゃくちゃ下準備をしてきて、やっとみんなにいろいろ報告できるし、ちょっとそれに合わせて YouTube も頑張って撮っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますはい、ということで面白かったらいいねボタンお願いします。じゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。